はいどうもじゅんじゅんです。ということで今日はですね、高 DPI は入力遅延を減らすという話をしていこうかなと思います。 Let's play。はい、ということで今日はマウスの遅延のお話をしていこうかなと思います。まあ、皆さんは DPI どれくらいに設定してますか？まあおそらく400とか800の DPI の人が多いんじゃないかなと思います。まあプロの人もね、基本的に400と800の人が多いんですが、まあ中にはラスさんみたいに1200でやってる人だったりとか、まあ割と最近プロの選手もちょっとずつ DPI 上げてきてはいるんですが、テンズさんみたいに1600でやってる人っていうのもいるわけですよね。まあそもそも DPI って何かっていうと、話すとすげー長くなるんで、ざっくり言うとマウスの感度に関わる数値の話ですね。まあ今日はそんな DPI の話をしていこうかなと思います。まずそもそも400とか800の DPI が多い理由ってみんなはご存知ですか？まあ、理由としてはネットで調べると一番多く出てくるのが、昔は400とか800のデバイスしかなかったっていう記事がめっちゃ出てくるんですけど、正直それって10年前とか20年前とかの話になってくるんじゃないかなと思うんですよね。なので多分最近のプロ選手とかにはほぼほぼ関係がない話なんですよね。で、実際のところどういう理由で800が多いかっていうと、高い DPI にすればするほどマウス飛びが起きやすくなるというね、事実があるわけなんですよ。マウス飛びっていうのはPC 側に送られる位置の信号がずれて送られてしまっているっていうのがマウス飛びというものになります。まあ、それがね、3200とか6400とかにすると起きやすくなってしまうっていう理由で、800とか400が安定するよねってことで400、800が多いんですよね。ただ実はもう最近、多分直近1年ぐらいで発売したデバイスに関しては、そのマウス飛びっていうのも3200ぐらいであればだいぶ起きにくいようなデバイスが増えてきてるんですよね。まあ要は技術が進歩してるっていう話にはなってくるんですけども、まあだいぶこうマウスの精度が上がってきてるんですよっていうのを踏まえて、今日は話を最後まで聞いていただければと思います。ってことでこの記事はですね、去年の半ばぐらいに海外の人がまあ、検証した動画が上がっております。まあ、めちゃんこ内容は英語でして、今回はその話をざっくり自分が説明していくんですが、その話を聞きたい方は概要欄の方に動画があるので、そっちの方をご参照ください。ということで、まあ、実際に海外の人がね、まあ、こんな感じで機械を使ってマウスを動かして遅延を計測したわけなんですよね。400、800、1600、3200とかで小分けにして遅延を測っていったわけなんですよ。まあそうしたところ結果的にはこんな感じの数値になっております。一応動画が2つあるんですけど、両方とも DPI が高くなっていくほど、まあ、遅延が少なくなっていくというね、検証結果が出てるわけなんですよね。もう片方の人の検証結果に関しては、まあ、400から1600にすると、まあ、大体4ミリ秒ぐらい速くなるとかね、800から1600でも2ミリ秒速くなってくるみたいなね、検証結果が出てるわけなんですよね。2ミリとか4ミリってめちゃめちゃ数値的には低いと思われがちなんですが、モニターを買う時にね、みんなね、多分1ミリ秒以下って意識して買ってると思うんですけども、なんとマウスの方の遅延に関しては DPI を変えれば変えるほど2ミリ秒とか4ミリ秒とか変わってくるわけなんですよ。人間の体感としては30ミリ秒から40ミリ秒ぐらい変わらないと体感できないっていう風に言われてるんですが、おそらくゲーマーの皆さんだったらなるべくね、入力遅延っていうのを減らしたいんじゃないかなと思います。でさらにこの検証結果に関して続きがあります。まあ、先ほどの検証結果っていうのが割と早めにマウスをフン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 振った時の検証結果のわけなんですよ。さらにね、この検証した人たちはマウスをゆっくり振った時どうなるかっていうのも実際に実験したわけなんですよ。その結果がこちらになります。まあ、なんと400と3200とかを比べると10ミリ秒近く遅延が速くなるわけなんですよね。ということで今日のね、本題、マウスの DPI は高ければ高いほど入力遅延が減るというね、お話になります。でまあ Apex ってゲームは早くマウスを動かすフリック打ちよりも基本的にゆっくりとマウスを動かす追いエイム、トラッキングエイムの方が重要視されるため、まあ割とこの入力遅延っていうのに関わってくるのではないのかなと思います。まあ、正直な話、800とか400から1600に変えたところで明確な違いは1ミリも
わからないし、多分誰にもわからないです。まあでもおそらく人によってはエイムが良くなったとか起きると思うんですけども、まあ体感というか知覚できるものでは決してないっていうのはちょっと話しておこうかなと思います。まあ実質高い DPI になればなるほど、一応細かく PC 側に信号としては送られているという内容にはなっているので、マウス飛びが起きなければ高い DPI の方が、まあ、理論値優秀ではあります。まあ、ぜひこのね動画の内容を参考に DPI の変更も検討していただければいいんじゃないかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の話が参考になった、またこういったねデバイス関連のちょっと豆知識というか、まあ、ニュースみたいなのもね取り上げていこうかなと思うので、気になる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。